これは祭りだ。さあ遊びの時間の始まりだ。わあ全て燃え尽きようとお前が知ってるさ。俺がここに来たこと、まばたきもせず心とどめる。そうきっとへらなんのだってチャンスは手にできるはずさ。勇ましくレボリューション、先にはエボリューション。強さはかけがえなくあるそう。貪欲に何かを出し、また何かを目指す。たくさん俺の色の光棒を振ってよね。僕だって主に僕色の光棒を振ってもらいたいの。消して。お、いい感じだな、山んばぎり。ああ主、どのくらい血色がいいのか拍手で教えてくれ。みんなで脱ぎ合いましょう。サボってないで脱ぎましょう。自分はいくら言われたかって脱ぎません。甘くて口の中ですぐ溶けるコンから始まる食べやすいものがいいだろうな。コングラチュレーションのことか。たとえ共にいなくても心は一緒だ。この日が来るのをどれだけ待ちわびたことか。この美しい悲劇、君とこのままなれフォレバー。逃げ切れるならどこまでよ。たとえ奇跡が本当にいろんな地域で祭りが今も中止になってますが、その日本で唯一祭りを真剣乱舞祭で皆さんが背負いながら演じられるっていうことに実質もなってる。せーの、ちょっと早い感じ。まだ祭りじゃない。見て、俺歌いたかったわってこの流れでつい俺そうってエモすぎてエモいよ緊張するよね。ずっと中国の顔見てました。楽しすぎてこんなに幸せってあるんですかって思います